久保さん、今回貧しいにしましょうか貧しいはいまああの金銭的に貧しいっていうのがまあベターだと思うんですけど多分その心が貧しいっていうところもあるんじゃないかなと思いますうんだからなんだろうなお金がなくても心が貧しく心が豊かな人っていうのが多分ごく一部の人いると思うんですよ例えばなんだろうなあの前見たのが例んかね日本人の人でなんか冷蔵庫がない 島にね移住した人がインタビューを受けてたんですけど、まあ、ここはね、めちゃくちゃいいですみたいな。冷蔵庫がないっていう、なんだろう、冷蔵庫がないから、今日取って、今日魚を取って、今日食べる。めちゃ新鮮みたいな。冷蔵庫はいらないみたいなね。<laughs> なんか言って、なんかすごい、そこに移住して1、2年間なと、なんかすごい、その、なんか幸せですみたいなことを言ってましたけど、まあもちろん不便なこともあるでしょうけれども、不便なこともあるけれども、 もうそれ以上に得られるものも大きいんでしょうね。うん、そこで体験できるものっていうのはね。うん。だからまあ、うーん、なんだ。まあ、とはいえ、みんな無人島とかそういうところで暮らすとは限らないですし、まあ、それに幸せ、心が豊かになるのもか分かんないですけども、まあ、僕はその、ある一定のお金はないと、ちょっと難しいかなと僕は思いますこ。この、この現状で生きていくんだったらね。 だから心がまず寂しい貧しい人っていうのは多分収入もイコールして少ないんじゃないかなと思いますただ収入が高いからといって心も豊かなのかっていうわけでもないしで収入が低いから、えー、心が豊かでもないっていうのもイコールではないんだけれどもうん結構な割合として心が貧しい人はあそれと同義で、えー、収入も貧しいっていうところが言える一つ言えるんじゃないかなと思います うん、それは何でかっていうと、お金持ちの人を見て、ふざけんな、なんか悪いことやってんじゃないか、むかつくとかね、嫉妬、劣等感みたいなね、ふざけんなみたいな、多分指さしてね、あいつは、みたいなね。多分心豊かな人ってやります多分やんないっすよ <laughs> こ。わざわざ書き込みしますなんだみたいなね。僕ね、あのね、僕書き込みしないんで分かんないんですけど、かわいそうだなと思いまして、ね。 そこに、いや、なんだろうな、そこにエネルギー使うのって、超なんかもったいないなと思うんですよね。人のあだこうだ書くのって。うーん。だったら発信した方がいいんじゃないかなっていう。自分を変えるためにね。それに、なんか書き込んでも何も変わんないですからね。うーん。なんか、僕は書き込まないからわかんないですけど。<laughs> まあ、心が豊かだったら、多分書き込まないと思いますよ。うーん。